続きまして、南山城村の自然を守る会代表橋本洋一さんです。事業名は南山城村東太陽光発電事業京都府です。事業者はファーストソーラージャパンプロジェクト6合同会社です。東京の会社です。計画面積は 81.3 ヘクタール、南山城村分が 72.3 ヘクタール、三重県側が 9.0 ヘクタールです。伐採面積は 68.0 ヘクタールで、太陽光パネル枚数が36万枚、発電量が 37.5 メガワットです。それではお願いします。ご紹介いただきました橋本でございます。京都府の南山城村、京都で唯一の小さな村です。でここに建設計画が分かってからちょうどもう3年と少しを経過をしました。で村の景色といいますと山と茶畑ばかり、緑一色の村です。そこにこの80ヘクタールのですね、森林伐採を伴う大開発をするということで、私たち自然を守る会のものをはじめ、村の商工会の皆さん方、村は実は現在のこの少子高齢化、そして自治体そのものがもうしばらくするとなくなってしまうと言われている中で、2040年には南山城村は京都府で真っ先に消えてなくなってしまう村だというふうに言われています。でどのようにして村を元気にしていくかということが私たちの村民の課題なんですけども、私たちはこのかけがえのない自然をしっかり守っていくこと、これが村の発展の基礎になるんだということを視点に据えて、この間頑張ってまいりました。先ほどからの皆さんの報告のように大変自然はきれいです。私たちここに住んでいる者にとっても四季折々の姿は本当に素晴らしいし、近くにこの開発地の近くに月ヶ瀬ニュータウンという400戸ほどの集合住宅地がありますが、ここへ来られた皆さん方は全てこの豊かな自然の中で暮らしていきたい、そういう思いで引っ越してこられた方ばかりです。そこにこういう計画が出たということで、まず私たちが問題だと思うのは、先ほどからのお話の通り自然が破壊をされる、これをやっぱり許してはならないという問題意識を持っています。美しい景観を守っていきたい、それから生態系が破壊をされて、森林伐採するわけですから生態系が破壊をされて、そしてここに生きてきている希少な生物たち、特にこの地区は400万年から100万年ぐらい前までの昔ですね、実は伊賀上野を中心とした古い琵琶湖がですねあった地域で、この琵琶湖に流れ込んでいく、その古い琵琶湖のですね周辺にあるのが私たちの村だということで、そういった地質の構成の中で貴重な生き物がたくさん生き残っております。これは景色なんですけども、夏の様子ですね、それから秋の様子、それから貴重な生き物としては京都府の絶滅寸前種に挙げられている石墓地草という食虫植物、それから古毛仙ゴケ、そして霞山椒魚という両生類ですね、それから名古屋だるまガエル、そして八丁トンボ等々ですね、貴重な生き物たちが生き残っている、これを将来の村の子どもたちにしっかりと引き継いでいきたい、こういう願いを持っています。で先ほどから環境アセスの問題がありましたが、実は会社は自主的に環境アセスをするということで約1億円の金をかけてですね、アセスを出しました。350ページに上るという膨大な内容でしたが、それを全部、ことごとく私たち分析をしたわけなんですけれども、一つは予定地内のみの
の調査でその周辺についてはほとんどアセスをしていない問題、それから影響が回避できるあるいは低減できる、だから開発を認めてもよい、認めてもよい、それから企業の努力としては事業者の実行可能な範囲内の努力、これがあれば良い、そして、例えば貴重なものについては移植をするだとか、他に、生き延びる動物たちですね、移動して生き延びられる場所がある、だからいいんだと、でそして事業が始まればモニタリングをして、追跡調査をすると、まあ、こういうふうなことを言ってですね、全て16項目のアセスメントをやりましたが、全てで評価は良いと、こういう結果が出ています。大変、残念なこと、自然が破壊されることはもう分かりきっているのに、それを大きな顔をして、通していく、まあ、こういう姿勢に、大変憤りを感じますし、またそれを認めている京都府に対して、国に対して憤りを感じます。それから2つ目の大きな問題は、昭和28年私たちの村では、大変な土石流災害が起こりました。ちょうどあの広島、去年ですね、去年広島で起こったあの状況を想像してほしいんですが、これ山がこんな風に、斜面崩壊をする、もうズタズタに、崩壊が起こっていました。犠牲者は54人に上りました。こんな状況ですね。で、この場所で、ちょうどここで14人の方が亡くなられる予定地発生があったんですけど、このすぐ隣が実は開発予定地なんです。ちょっと当時の写真が残っておりませんので、ご示しできませんが、その時の土石流の様子ですね、ちょうどに開発をするということで、再び60年前のような悲劇が起こるんじゃないかということは私たちは大変心配をしております。ところで、この開発の中で大変気になることがあります。で、砂防法によって、砂防指定地内行為、審査技術基準というですね、工事を認めるための基準があるんですけども、業者はその基準に書かれている内容をですね、2つ挙げましたが、禁止事項として渓流を付け替えることは分かりならない禁止だと、それから渓流に盛り土をすることは禁止だというふうに、この審査基準には書いてあります。でちょうど場所で、言いますと、これがそのドローンで撮った写真なんですけども、赤いのが出ないね、今ここで山地に見えているところは全部予定地なんです。で、この高いところ、まあ、高さでいうと160メートルぐらいが一番高いところで、それを鳴らしてですね、この谷を、ここのこの谷をですね、埋めてしまうという、まあ、計画なんです。で、これは審査基準によってやってはならないことだと。それからここを流れている桜川っていう小さな渓流があるんですけど、これをぐるっとこの緑、細い田んぼのところのこの山の裾をですね、はわして、そしてここに持ってくるというふうな計画で、渓流を付け替えるっていう、こういうふうなことをですね、会社は提案をしています。で、これに対して私たちは京都府に交渉申し込みですね、京都府の砂防課土木事務所と交渉して、ぜひこの原則をしっかり守ってほしいということをお願いをいたしましたが、残念ながらこれについても国の基準でいくと
会社が一定の対応をすれば、これについては認めざるを得ませんというふうなことで、土木事務所砂防課はですね、もう今週中、今日月曜日ですね、この14、15、16、17、この4日間で、最終の結論を出すと、まあ、こういうふうな状況にですね、まあ、追い込まれて、おります。ここで言いますと、この黄色い部分が埋め立てられて、パネルが設置される場所です。それから、今まであまり出ておりませんでしたが、私たちのここに設置されるパネルにはですね、カドミウムの化合物であるテルカカドミウムというですね、化合物が混入されていて、でこれがもしもの場合にこれが破壊をされたり、さらに産廃処理をされるときですね、カドミウムのこの被害が出る、公害が起こるんじゃないかと、こういうふうな心配をしております。さらに事後処理についても全く今のところどんなふうにするかちょっと分かりません。リサイクルをするんだということを説明会で言っていますが、それだけで本当にどれだけされるのかがよく分からない状況です。それから開発の地下、すぐ周辺ほぼ200メートルぐらいのところにこの400戸の団地がありますし、小学校、保育園、保健センター、道の駅というふうな公共的な建物もあります。それから私たちこの間3年余りですね、どんな運動してきたかということなんですけど、まあ、皆さんと同じようにチラシを作って宣伝をし、署名活動をする、それから初めは守る会だけだったんですけども、ママの会だとかですね、若いお母さん方の会、それから有志の会というふうな形で、現在3団体でですね、反対運動を続けています。それから、今年2018年になってですね、弁護士さんの団体、それから国土問題研究会というですね、土木工事の専門家の団体、この皆さん方も一緒に参加してくださり、また野鳥の会だとか、トンボや蝶々の研究者とか植物の研究者、この方々とも一緒に携えております。学習会は5回ほど実施をしました。それから、京都府村当局とのこの交渉といいますか、協議といいますか、これについてはもう京都府とは十数回ですね、協議を重ねております。帰ってからはい、結論だけ言います。私たちがまあ一生懸命やっても、現在の状況ではどんどんこの許可がされていくということになってしまうんじゃないか、そういう点で先ほどから提起をされている法律だとか、あるいは条例、これをですね、みんなの力で変えていかない限りですね、日本の自然は破壊をされ、災害が誘発されていく、そういうようなことになってしまうんじゃないか。全国この問題に関心を持っておられる皆さん方ですね、力を合わせて一緒に、日本の自然を守っていこうということを訴えて終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。京都府もあまりこれに対してそんなにあまり、京都府の方はあんまりこういろいろ相談してもそんなに一生懸命相談に乗ってくれないっていうか、まあ、基本的に問題ありませんよっていうことなんですか。京都府は相談によく乗ってくれるんです。乗ってくれるんです。乗ってくれるんです。十数回、話し合いを持ちましたし、はい、この17日にもこれが帰ってから持ちます、はい、で京都府との話し合いの中でもね、例えば森林審議会の委員さん方、はい、9月25日に、この審議会が開かれたんですが、委員さん方自身も皆さん方の我々の言っていることは非常によくわかると、で災害をご心配性がありますねと、でしかし、森林法の10条の2項で許可についてですね、
許可をしなければならないというふうにこの法律には書いていると。でここのところが非常に問題だというふうにもおっしゃっています。で、まあ、私の意見としてはね、まあ、環境省に言うことやとか経産省に言う、まあ、こうしあの要請をすると と, と合わせてですね、農林水産省にもですね、ぜひこの運動については広げていくべきじゃないかというふうには考えます、考えております。ただその京都府出身の例えばその地元の、まあ、地元というかその国会議員の方とかにもいろいろと意見交換とかしてるんですか。はい、京都府の府議会の議員さんにも村の議員さんにもそれから国会議員さんにも、まあ、このことについてはお願いをしております。で、まあ、ここまで事態が進んできた中でですね、今後やっぱり日本の自然を守っていくために私たちのじゃ実は村にもまた第2第3の計画が噂をされているんです。でこれを止めていくためにもね、ぜひ、国会あるいは国へのですね働きかけというのが非常に重要だというふうに考えております。まあ、確かにその最初の一発目が通っちゃうとそこから多分ふわっと広がるというそういうことですよね。多分そう心配です。そこですよ、ね、はい、はい、ありがとうございました。都道府県が許認可権があるのは臨時開発許可、アセスがない場合は臨時開発許可 だけしかないと思うんですけど、臨時開発許可は書類が整えば 100% おりますので、それはもうどこでも同じですね。たとえ、臨時開発許可がまだおりなくて、状態でそれを無視して着工し、もし事業者が着工したとしてもピットの方が先ほど説明した条例法ですので強いんですね。ですから合法というか法的な拘束力はないので、法律的には事業者は何ら咎めを受けることはないというのが現状というか今の。だから皆さんどこの運動隊の人たちも止める手だけがなくて困っているという状況だと思います。